皆さんこんにちは、大ちゃんがんばチャンネルです。今日は大ちゃんとココちゃんは、大ちゃん、ココちゃん、ゆうちゃんはいません。ですのでパパが、V ジャンプの8月号を、8月号特大か、紹介させていただきます。はい、でこんな感じです。今買ってきたばっかりです。それで一通り目を通しました。で、今回はテレビアニメドラゴンボールスーパー未来トランクス編突入ということで、ちょっと気になった点だけ、ドラゴンボールヒーローズの、ことはちょっとしか書いてないんですが、こんな感じでペラペラといきますよ。はい、こっからです。はい、これが、ゴッドミッション9弾が7月の中旬稼働予定、7月の14日木曜日だったと思うね。未来、超爆心、これはやばい、やばすぎるっていう感じですね。コラボスタートと書いてあるんですが、この DVD みたいなのがコラボっていうことなのかな、ちょっとよくわかりません。はい、こんな感じです。トランクスですね、トランクス未来と悟空ブラック映ってます。はい、次行きましょう。では、先日の黒仮面、はい、がこれですね。黒仮面のサイヤ人、地球を吸収する新たなる仮面戦士、ゴッドミッション9弾で超大暴れするぞだそうですね。それと、新たなる敵っていうのがこれで、その次がこのドミグラですね。新たなるミッション魔人ドミグラ編、イベントがかなりあるみたいなんです。でこっちのランチさんのショップがオープンする、あのランチさんがアイテムショップ開店、バトル、獲得した銭で便利なアイテムを買えるらしいです。でこれは なんだ、ちょっとよくわからないな。謎の祠を大発見とか、あれは俺たちのヒーロー、役に立つのか立たないのか、ミスターサタンと遭遇、何かくれるらしいのだが、だそうです。なんだかそういうイベント的なミッションがあるみたいですね。でドミグラの居城を目指して、突き進めと書いてあります。で、9段からの天下一武道会、舞台が天空闘技場っていうのが出てくるらしいんですよ。で天下一武道会モードの新舞台で、それはウィスとバドスの兄弟が実況を務める天空、闘技場らしいですね。で夏休みには、シェンロンスロット、夏休みキャンペーンとしてシェンロンスロットを実施、シェンロンスロットスタンプを7つ集めてスロットを回しまくろう。それで、100円ごとにスタンプをゲットできるらしいです。で大当たりするとなんとヒロアバターの新必殺技がもらえるそうです。こっちです。なんと、店頭無料配布 UR が、孫悟空の、チェンジラッシュですね。それとトランクス未来のロックオンです。これが日にちです。ミッション球団の、キャンペーンが一通り載ってます。チェンジラッシュっていうカードアクションアビリティらしいですね。カードアクションの過程で、チェンジを繰り返しながら、一気にチェンジじゃないね、チェンジを繰り返しながら叩き込む成長の歴史を、想起させ、とどめは超必殺技を発動し大ダメージを与えるというようなことが書いてありますね。こんな感じで、チェンジラッシュしてる間に、通常からスーパーサイヤ人、サイヤ人2、3で、ゴッド、スーパーサイヤ人ゴッドかな、でフィニッシュっていうような感じらしいですね。9段のキャンペーンが7、8、8枚あるのかな、どうでしょう、ちょっと分かりません。
で、孫悟飯 GT で、ベジータ GT、 トランクス未来、はい、こんな感じです。そして、ゴジータで、バーダックゼロ、これがね、すごく大ちゃん嬉しいみたいですよ。そして、ゴルブリに、これはフリーザーですね。で、ブルーリーです。次回の V ジャンの9月号、特大号にはフロッカードとして悟空ブラックがついてくるそうなので、楽しみにしてます。スーパードラゴンボールヒーローズですね、秋に、始まるそうですね。こんな感じです。まあ、ザザッと見せてこんな感じですということで、とりあえず今回ジャンプの、8月特大号はの紹介はこれで終わりにします。では、またの動画楽しみにしてください。では終わります。